2023明治安田生命 J1 リーグ第5節メガエッグスポンサードゲーム、サンフレッチェ広島対柏レイソル戦、ご来場誠にありがとうございます。さあキックオフでの時間14時に着実にカウントダウンは進んでおりますけれども、もっともっと盛り上がっていきたいメガエッグにぎわいステージ、続いて登場はサンフレッチェレディス2023スプラッシュの皆さんでございます。今シーズン初のフルメンバー集結になりますスプラッシュ、現在の学年そして学校ということでは最後のステージ登場ということになるわけでございましてね、春からまた次の、ね、ステージへと上がっていく、そんな彼たちがスプラッシュで今日も元気にぶち熱く会場を盛り上げてくれますよ。それでは参りましょうか、サンフレッチェレディス2023スプラッシュの皆さん、よろしく。皆さんこんにちは。私たちはアクターズスクール広島代表ユニット、ココハです。ワコです。ミクです。ユキナです。アイコです。ルイカです。サクナです。アイです。8人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。今日はね、あ、間違えました、どんどんね、キックオフに近づいてきたので、皆さん、このままどんどん盛り上がっていってください。はい、それではもう早速、一番初めの曲に行きたいと思います。はい、それでは聴いてください、デートインザスタジアム。スタジアムで始まる
たんですけど、またお腹空いてきちゃって私。あれあれ。あれあれあれ。なので、もうここはね、このコーナーに行くしかないと。はい。では行きます。スプラの気になるサークル紹介。瞬間からの生地のクレープの生地がすっごいもちもちしてて、中のクリームとあとブルーベリージャム、ブルーベリーソースとその相性が抜群で、もう美味しかったね。サンフレッチカラーでね、めちゃくちゃ可愛かったね。これね、もうあのピンクで可愛いキッチンカーが止まってるので、すごく今も行列ができてるんですけど、はい、ぜひまだの方はね、食べてみてください。はい、はい、それでは次の曲に行きましょう。はい、はい、スタジアムグルメの話をしたところで、はい、皆さん大好きサンチュ体操に行きたいと思います。今日はね、小さなお子さんもいっぱい来てくださってるので、座ったままでもできるし立ったままでもできるので、はい、一緒にやってください。 OK かな、準備 OK かな、 OK かな。どう、立ってみて一緒に踊る。はい。ではいきます、ミュージックスタート。まず自分が左手を上げるところから、せーの、ひざさんだばんざいちゃんじい、さんじゃいそらかい、ひざさんだばんざいちゃんじい、さんじゃい2回、ひざさんだばんざい前にか、さんじゃいにゃ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 。広げます、友達回りますよ、集まろう、回って大きく2周かけます、左足からね、皆さんも本当に1回目も2回目も踊ってくださってありがとうございました。ありがとうございます。もうこれ毎試合やらせてもらってるから、はい、もう皆さんラジオ体操感覚でもバッチリですよね。感覚で大丈夫ですよね、はい、だからちょっとレベルアップで 2,3 倍速ぐらいまでいけるようになればすごいですね。じゃあお手本で、あ、できるんだ、すごい。ヤシマバージョンどうぞ、せーの、せーので、さささんちゅちゅちゅさらたた、さささんちゅちゅさらたた、さささんちゅちゅさらたた。今歌が追いつかなくなっちゃってる。ああ、止まらない。ここまでいけるともうバッチリなので、ここまでお願いします。はい、極めてお願いします。お疲れ。ありがとうございます。すごいすごいね。はい、そして12時から各入場ゲートにて無地紫ハリセンが配布されています。選手入場時にはハリセンを掲げてスタジアムを紫に染め、試合中にはハリセンを鳴らして選手の勝利の後押しをしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日も勝利できるように、そして選手の皆さんにも届くように今から応援歌を歌いたいと思います。はい、はい、それでは聴いてください。決戦スピリット。
界も振り切ってけ、レッツゴー、今日の限界乗り越えろ、チャンス、ウィンアー、全力をかけた、ウィンアー、怯えることない、ウィンアー、タクシーへ変われ、高く高く高く舞い上がれ、味わった敗北の傷は涙や
まで行った方も賞品があるらしいので、賞品があるんだ、賞品がある、賞品がある、賞品がある、結構豪華なので皆さんぜひこの後も引き続きお楽しみください。それでは以上スプラッシュでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。サンフラッシュレディス2023スプラッシュの皆さん。